一方、能登半島地震は発生から3ヶ月余りが経過しましたが、政府の地震調査委員会は依然として地震活動は活発な状態だとしています。気象庁によりますと、能登地方とその周辺では今年1月1日以降、昨日の午前8時までに震度1以上を観測した地震が1784回発生しています。月別に見ると1月は1558回と最も多く、2月は144回、3月は70回と回数は減ってきています。しかし、元日の地震発生以前に能登地方で震度1以上の地震が発生した回数は1ヶ月間に10回程度、多い時でも20回程度でした。こうしたことから、昨日の調査委員会の定例の会合では、依然として地震活動が活発な状態であると評価しました。その直前の状態に比べてもまだやや多いというところがあります。全体的に減って落ち着いてきているように見えても、しばらくするとまたやや大きめの地震が起きるという例がこれまでにもありますので、それについて引き続き注意していただきたいという。これまでの地震活動と地殻変動の状況を踏まえて、今後も強い揺れや津波を伴う地震が発生する可能性があるとしています。県では創造的復興プランの策定に向け、有識者会議を立ち上げて、被災地の住民から意見を聞くなどして取りまとめを進めています。こうした中、県庁で今日2回目の会合が開かれ、県側からは復興プランの骨子案が示されました。骨子案では、能登の生業の再建や安全安心な地域づくりなど5つの施策を盛り込み、今から9年後2032年度末を計画期間に、その上で能登の将来像をイメージできるよう短期中期長期という目安を持って取り組むとしています。委員からは、生活再建や事業再開などの取り組みを行う復興推進センターの設置を明記すべき、避難所となり学ぶ場が失われている学校施設の集約化を進めるべきといった意見が出されました。その時点でのあるべき姿っていうのを共有できるという点では非常にいいんじゃないかと思います。被災地の皆様の一日も早い復旧、それから復興再建、全力を尽くしていければと。県では今後も被災地の住民と意見を交わしながら、来月末までに復興プランの策定を目指すとしています。入校式には県内11の消防局や消防本部で採用された55人が出席しました。式では冒頭、能登半島地震の犠牲者へ黙祷が捧げられ、竹本翔平校長が能登の地震など1分1秒を争う災害に対し、住民の期待が高まっている、安心安全な社会の構築に努めてほしいと激励しました。地震の影響が続く奥能登地域の消防本部には5人が採用され、このうち珠洲消防署に配属となる森田純也さんは、元日の地震で自宅が半壊する被害を受けたということです。何もできない自分が悔しくて、地震があって多く一人でも多くの方々を助けたいなという思いで、地元の珠洲消防署を志望しました。自分が生まれ育った町なので、少しでも恩返しとして活躍できたなと思います。新たに採用された消防職員らは、今日からおよそ半年間、寮で共同生活を送りながら、消火や救助活動における基礎知識を学んでいくということです。満開の桜のもと次々と運び込まれてくるのは、加賀野菜の一つ、金沢産のタケノコです。金沢市野田町にある JA 金沢市の倉庫には、今日22人の生産者が合わせて1トン余りを運び入れました。雪の下で育つため、程よい歯ごたえがあり、えぐみが少ないのが特徴という金沢産のタケノコ。先月の冷え込みと雨の影響で、去年より3日遅い初出荷となりましたが、土壌がたっぷりと水分を蓄えた分、みずみずしく育ったといいます。明日から暖かくなるということなんで、美味しいタケノコがたくさん出てくるんじゃないかなと思っております。
今年は表年にあたり、出荷量は去年の 3.5 倍となる420トンを見込んでいます。出荷のピークは今月下旬から来月上旬にかけてで、今日出荷されたタケノコは明日競りが行われ、県内の店頭に並ぶということです。今日、穴水総合病院の前で炊き出しを行っていたのは、追手風部屋所属の力士や部屋の関係者たちです。メニューは醤油ベースの出汁にキャベツやネギ、そして手を使わず二本足で立つことから相撲界では縁起がいいと言われる鶏肉を加えた部屋特製のちゃんこ鍋。地震で被災した住民や町に残って頑張る医療従事者たちを元気づけようと、およそ1000食が用意されました。元気出るね。元気の出る味です。あったかいしね。うちも少し壊れたから、元気出してもらおうと思って袋に来て、よかったです。本当によかったです。追手風部屋は親方と遠藤関が穴水町出身ということから、これまでも合宿などを行っています。今日は遠藤関は春巡業中で参加できませんでしたが、同じく地元出身で序二段の大将が参加しました。その大将の実家は半壊で住めない状態だと言いますが、みんな元気そうで何より嬉しいですね。頑張ろうと思います。ふるさとで交流を図る中、自らも励まされた様子で、被災した地元の人たちも楽しいひとときを過ごしていました。早い、引き続き能登鉄道の能登鹿島駅に来ています。さあ、こちらのですね、気になる桜の開花状況なんですけども、まあ、場所によって差はあるんですけども、はい、この駅舎前の桜を見ますと、はい、だいたい5分から6分咲き、まあこの後週末にはね、満開になりそうな感じです。それではね、ホームの方にちょっと行ってみましょうかね、はい、いやホームの壁もね、桜と同じこうピンク色をしてまして、こちらにはね、地元の方が手作りしたてるてる坊主も並んでます。かわいいですね。さあ、この能登鉄道、先週の土曜日に全線で運行が再開されたんですけども、はい、この能登鹿島駅でも地震の影響でホームの地盤が下がってこうひびが入ってたんですけども、皆さんの努力のおかげでこちらご覧ください。きれいに補修されています。さあ、そしてご覧ください。うわー、ホームにもきれいに桜が咲いています。先ほどのところは五分咲きぐらいだったんですけども、線路奥の方を見ますと、もうほぼ満開と言ってはいいんじゃないでしょうかね。綺麗に咲き誇っていますね、はいはい。さあ、今日ね、てるてる坊主のおかげか天気も良くてね、お昼過ぎに来たんですけども、電車がホームに入ってきて、たくさんのお客さんが乗り降りする姿見られました、そこでですね、先ほどはね、電車ちょうど来たんですけども、はい、その時に撮った僕の写真、ちょっと見てください、こちら。どうでしょう、見えますか？上り線とね、下り線がこの能登鹿島駅にちょうど同時に入ってきまして、まるでこう2両ね、こう並んでね、一緒にこうお花見してるかのようなね、ほのぼのとした写真が撮られました。これいいな。このね、能登鉄道の再開とともに、もう地元の方々が待ち望んでいた桜の開花、もう毎年春になると駅全体が桜色に包まれます。こちら植えられているのはソメイヨシノおよそ100本。1932年の旧国鉄七尾線の開通時に植えられたものだそうです。ホームの両脇からですね、桜が線路上に桜のトンネルを作ります。能登の桜の名所として多くの花見客が訪れるんですね。見事ですね、これはね。さあ、そしてね、この毎年毎年こうやってね、綺麗な桜が咲くのはですね、この地元の方たちにね、守られているからなんですね。ではそのあたりちょっとお話をお伺いしましょう。能登鹿島駅の桜保存会の、会長、堂前雄次郎さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、堂前さん、この全線開通をね、祝うかのように、はい、今年も綺麗に桜が咲きましたね。はい、今年はですね、やはり能登半島が元気になるように、
頑張って咲きました、はい、いつもはだいたい3月ぐらいに最初咲くんですよね、はい、あの開花ですね、はい、今年は4月の6日ちょうどこの全線開通と同じ日に開花があったということでね、はい、いやもう本当にねもう皆さんも嬉しい気持ちでいっぱいだったんですけども、あの桜にはあの地震の影響っていうのはなかったんですかね。やはり最初の17年前は、うん、17年前の能登半島地震の時 あ、はい、あの時は2週間の満開目2週間の回しかなかったんですけども、3月25日から2週間後に、はい、その時はどうやったんですか。2分咲きですね。あ、ほとんどじゃあ咲かなかったんですね。ほとんど咲かなかったですね、はい、今年はどうですか。今年は1月1日ということで、うん、今日は4月10日約100日の期間がありますから、はい、期間が長いということで桜も、頑張って、うん、頑張れのとじゃないですけども、はい、頑張って咲きました、はい、あの100日間で頑張って頑張って咲いてくれたんですね、はいはい、でこの桜を植えたのがあの1932年ということで、うん、あの樹齢がおよそ100年に近いんですよ ね、 そうやね。こちら見てください。もうこの木なんて本当に見るからにもう樹齢が長くて、もうしっかりとした太いねこの幹で、表面なんかもね本当にこれ老木って分かるんですけども、なんか聞いたところによるとね、桜ソメイヨシノのあの寿命がだいたい60年70年ということで、こうやってね立派に花咲かせてるのは珍しいことなんですね。あ、そうなんや。で、堂前さん下の方を見ますとね、はい、なんか若いこう枝が出てきてるんですよ、はい、あれは何ですか。あれはあの子供孫にあたります。この桜の、この桜の子供孫になるんですか。はい、子供は孫になりますから大切に育てます、はい、いやもうこれね、いやこれ保存会の皆さんがもう33年ほど活動されてるそうなんですけども、はい、もう毎年ねもう草刈りを皆さんで3回年3回やったりとか、うんうん、あの樹木のねお医者さんにあのちゃんと見てもらって栄養もしっかりあげて、こうやって桜を咲かしてるわけなんですよね、はい、でさらにこの上見てください、ぼんぼりがねこうずらーっとこう並んでるんですよ、うんうん、こちらの方も、先月の終わりにあの保存会の皆さん、そしてこの地域の老人会の皆さん8人で取り付けたんですよね、うん、はい、これ大変だったんじゃないですか。そうですね、だけどもやっぱり桜も立派に咲いておりますから、はいはい、やっぱり桜にはぼんぼりが必要ですので。なるほど、はい、であの今年はあのこの全部のぼんぼりが灯されるわけじゃないんですよね、実は、はい、あの災害の関係で電気の会社が忙しいんで復旧作業で忙しいということで、申し訳ないんですけども、はい、道路際とこちらの上りのホーム、うん、夕方6時から、はい、夜の、最終列車が10時22分ですから、はい、10時半まで電気がつきます、うん、はい、いやまたこれボンボリに照らされるとねまたひときわ綺麗ですからね、はい、本当に楽しみなんですけども、はい、あの皆さんにどのように桜を楽しんでもらいたいですか。やはり桜を見て、能登全域が元気になって一歩一歩進んでいきたいと思いますので、はい、本当そうですよね。たくさんの皆さんがこちらの桜を見て元気を出してほしいですよね、はい、さあそしてあのこちら今日ですねお花見といえば欠かせないものありますよね、うん、実はお持ちいただきました、うん、駅のすぐそばで民宿営む達也の、藤本さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日お花見にぴったりのものといえば何でしょう、うん、はい、花見弁当を用意しました。弁当、いや美味しそう。いや何でもこちらの能登の食材をねたっぷり使ったお弁当ということで、うん、まずこちらおにぎりの方は、はい、穴水さんの能登光に桜の塩漬けを入れて炊きまして、うん、桜の花びらを飾りました。この上にちょこんって乗ってるねこの桜の花びら可愛いですね。さあそしてこの椎茸の方は、原木椎茸の能登手まりをバターソテーにしました。能登手まりですか。いや香りもいいですからね。そしてこちらお魚の、はい、お魚のフライも入れました。いや本当にねこの元気にね咲く桜と一緒にもう皆さんには能登の味覚を楽しんでほしいですね。さあそしてあの藤本さんの宿ではサップ体験も再開されたということで、先週の土曜日その全線運行再開の時、始発が来る前から皆さん海の上にいらっしゃったんですよね、14人でインストラクターお客様含めサップで
海から能登鹿島駅の桜を皆さんで眺めました。でまたこの電車がね、あの始発がこうホームに入ってきた時、皆さんの様子はどうでした？はい、皆さん始発が来てすごく喜んでいただいて、サップの上から大きく手を振りました。でまたね、能登の海からのこの見る桜もこれ最高ですよね。はい、海から桜を眺められるところはなかなかないので、すごく特別な感じで皆さん本当に喜んでました。さあ、こちらのサップ体験の方なんですけども、予約はホームページや各予定サイト、予約サイトの方で受け付けていますので、ぜひ皆さんもね、この能登の海から桜楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、さあということでね、あの地震で被害のあったこのホームにも皆さんの努力によってね、もう桜もありますし、このホームの下の方にはこの地元の方がこう季節のお花をね、こう実は植えてるんですよね。うんうん、桜娘図という地元の皆さんが植えてまして、この地震の被害のあったこのホームで桜、そしてお花がもうね彩られていますので、ぜひ皆さん今年の春ね、この綺麗な桜を見て、またねこの景色楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで今日は能登鹿島駅から中継をお伝えしました。ありがとうございました。豊さん、すいません、あの藤本さんにちょっとお伺いしたいんですけれども、はいはい、あのお弁当の予約、はい、結構入ってきてますか？あ、どうですか今、あのお弁当のお花見弁当の予約っていうのは今現在入ってますか？予約は、はい、たくさんいただいていて、で予約がなくてももちろん買えるんですけれど、なくなり次第終了です。なるほどね。じゃあなるべく前予約をしてから、達也さんによってこちらに来るとまたいいかもしれませんね。ありがとうございます。はい、ぜひお待ちしております。はい、いやもうお弁当も本当に美味しそうでしたし、桜ももちろんなんですけど、ああやってこう沿線にお花も植えられていて、下を見ても綺麗だし、顔を上げても見とれちゃうみたいな、本当に素晴らしい景色ですよね。いかがですか、前さん。いやね、あの桜っていうのはね、本当にあの新たなね、この4月でスタートする人たちのね、この象徴的なもんじゃないですか。そうですね。うん、だからさらにね、前へ進もうという思いを持つ人が多くなるんじゃないですかね。そうですね、うん、人間だけじゃなく桜も耐えて花開いたんだよっていうのを、うん、なんか聞くだけで背中押されるような、そんな気持ちになりましたね。サップからのいいね。いやすごい感動しました。見たい、挑戦してみたいですね、サップにも ね、はい、金沢市の高林坊アトリオに開設されたのはプレミアム商品券の相談窓口。今日から販売が始まったのは、金沢市中心部にある高林坊、広坂、せせらぎ通り、小山横丁、4つの商店街で使える商品券です。こちらはスマートフォンで事前登録して購入し決済するデジタル商品券で、利用の仕方がわからない人に向けて相談窓口が設けられました。困ったら次々これこれっていうので教えていただけるから随分助かります。うん、これから何の台はでっかいものするの、これ使えばあのプラスアルファで買い物できるなっていう。1人1セット5000円から最大で10セット5万円まで購入できます。今回は物価高に加え、地震で冷え込んだ消費マインドを回復させようと、プレミアム率を例年の 20% から過去最大となる 40% に引き上げました。地震であのお客様のマインドも非常に落ち込んだ中なんですけれども、あの少しでも消費の起爆剤になっていただければ、金沢の方からそういった盛り上がりをあの少しでも能登の方につなげられたらいいなと思っております。販売数は3万9600セットで、なくなり次第終了となっています。また相談窓口は来月6日まで随時設けられるということです。今月28日から始まるガルガンチュア音楽祭、能登半島地震の被災地支援に向けて入場料収入の 5% を義援金とし、公演期間中は能登の特産品の販売ブースが設置されます。そしてオープニングコンサートでは、実行委員会の池部慎一郎会長が手掛けた被災者に向けた新曲が披露されることになりました。音楽祭がたくさんの方に元気を、そして、心を和らぎを届けることができるのだというのはできるはずなんだと、今こそその進化を問われているという気がします。また実行委員会は被災地での慰問公演や被災者の無料招待も実施する予定です。
ガルガンチュア音楽祭は今月28日から来月5日までで、県立音楽堂などを会場に開かれます。東京に招待されるのは、輪島市内の学童野球チームが統合してできた輪島フェニックスの6年生15人です。29日に東京ドームでの巨人ヤクルト戦では始球式に参加し、プロの選手たちと交流するといいます。これに先立ち、先週県内でカー用品店のオートバックスを展開する脇株式会社が交通費を提供することを決め、目録を渡しました。脇株式会社は石川県10店舗のオートバックスを経営してるんですけど、輪島が実は発祥の地なんです。店舗は被災を受けましたけど、輪島にいつか何らかの形で恩返ししたいなという思いは常々ありまして。東京ドームでは29日、募金などのチャリティー活動や来場者に県産品をプレゼントする企画などが行われる予定です。判決などによりますと、事件当時18歳だった男はおととし10月、すでに実刑判決を受けた男を含む男女4人と共謀、 SNS を通じ、いわゆる筒持たせの手口で金沢市内の公園に誘い込んだ男性に暴行を加えました。その後、別の男性にも同じ手口で暴行を加え、現金1万5000円を奪いました。今日の判決で金沢地裁は、言葉巧みに誘い出し、計画的な犯行で必要かつ一方的に暴行を加えたことは悪質と指摘。一方、被告に前科前歴がなく、被害者との間で示談が済んでいることなどを考慮し、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。この取り組みは金沢建具協同組合が行っているもので、今日は能登半島地震の二次避難所となっている金沢市内の福祉施設を訪れました。この施設では地震で障子が破れるなどの被害があったということで、プロの職人たちがボランティアで障子の張り替え作業を行いました。また引き戸なども隙間を埋める板を継ぎ足すなどして開け閉めしやすく調整していました。こういった地元のところでの被災者さんの受け入れ施設、そちらのボランティアできたということは、ちょっと地域に貢献できたのかなというふうに考えております。主催者は今後もこうした活動を続け、地元に貢献していきたいとしています。日銀金沢支店では年に4回北陸3県の企業の景況感などを調査していて、今回は307社から回答がありました。その結果、景気がいいと答えた企業の割合から悪いと答えた割合を引いた指数は、製造業でマイナス2、非製造業ではプラス8でした。合わせた全産業ではプラス3となり、前回12月調査のプラス10から7ポイント下がりました。低下の幅が大きい業種は、製造業では紙・パルプ・石油・石炭製品・鉄鋼がいずれも33ポイントの低下、非製造業では宿泊・飲食サービスが86ポイントの悪化となっています。